はい、すいません、カット入りました。じゃあ実はここから別日収録となっております。こっちは何かあるのか。あ、セーブポイントやっとか。今ね、総プレイ時間が多分51時間44だったかな、今違ってみたらことなんで約2時間ぶりのセーブですね。中断して、なんだろう、収録日的にはもう全然2時間とか普通に超えてるんですけどね。これどこ行けばいいんだろう。とりあえず、一旦下降りてみようかな。これ繋がってたってこと？攻略したら繋がったってこと？なんかちょっともう前のことだから若干覚えてないんだけども。みんな満タンだね。じゃあベルナミンゴールドはちょっと諦めますか。こっちもアイテムかな。あ、違うぞいやでも上が進むべき道っぽくないですか。あ、ここ敵出ない。え、こっちが進む道なのか。あー、なんだろう、ブドウ持てない。これは特に意味ない。進む道かな。ちょっと行ってみよう。結構ここら辺に来て、あの戦闘後に爆地グミが手に入ったりしますね。てか、こっち進む道なの？陸降りのみんなって初めて見たかも。ストリクトマテリアル。ちょっと戻ってみようかなと思います。なんだよ、このダンジョン。待って、新しい。ダークネスアーマー。暗黒剣士の魂が乗り移った漆黒の鎧、火、水、地、風、それぞれの属性剣には、滅毒、睡眠、石化、衰弱の効果を持つ。これ、ソーディアンたち、みたいな感じ？あとは一緒ですね。あ、操作で新しい。戦場軍の新型小術兵器、強力な小術を多く操る。よし、じゃあまあ、やっていきますか。あー、対戦多いなー。まあでもジョニーがいるから大丈夫でしょう。もう終わりかい。お、ブラッディーローズだって。なんかかっこよさげなの覚えましたね。てか結構今の戦闘つらかったかも。やっぱり超術を操る敵がいるとね、結構な感じで厄介ですね。とりあえず、なんかあっちが進む道だろうっぽい道に進んでいきましょう。これは？なんだよ、入り口へ戻るって、もう戻らないよ。かなり厳しくなってきたけど、これはもうそろそろ終わりか？きーつらい。お、おっと、まだ続くけど、なんか今までと違ってかなり暗い雰囲気ですね。フード90か。マジジリ貧。これどうなんだろうな。皆さん普通にプレイしてたら一旦戻ったりするのかな、やっぱり。どうするんだろうな。お、スフィアレンズ15枚。ひー、めっちゃ死んだ今の戦闘。あ、ライフボトルありがたい。これ大丈夫かな。ラスボス戦かなり心配なんだけど、8個しかない。どうしよう。今のうちに回復しておこう。オッケー。めっちゃ怖い。どうしよう。これ最後ぐらいかな。あ、なんかそれっぽい場所に着いた。ちょっと待ってね。ちょっと怖いから、一旦っていうかな、パーティー入れ替えちゃったら、最終パーティー、
まあでも、わかるかな皆さんなら。まあ、いっか。入れ替えておこう。こんな感じで、やっぱりソーディアンチーム。本当はね、もう、だいぶ前とか、もう一番最初ぐらいかな、から一緒にいるマリーも入れてあげたいんだけども、ここはソーディアンチームで行こうかなって思ってます。最終戦ね。とりあえず、おーい。また新しいの来たよ。ティアマット。強靭な肉体を持つドラゴン、並大抵の攻撃では傷つかない。ブラスト時の攻撃は非常に強力。って感じだな。よし、じゃあ頑張りますか。俺たちは負けない。うん、久しぶりに聞いたこれ。まあこのパーティーなら心配ないかなと思うんだけど、これ何すればいいの？あー、なるほど。てかさ、あれ調べなくてよかったかな。もう遅いよね。やっちまったかな。いや、そのまま上行っちゃうの？はい、ちょっと待って。なにこれ。謎仕掛け。謎仕掛けが、あ、氷ボトルがもうないな。ちょっと待って、まずこれは何、よくわからないぞ。とりあえず上にもう一回上がっていこう。途中にもう一個なんか真珠みたいのがあったから、それにソードラーリング当てればいいのかな。打ちまくれ。これで合ってんのか。お、上行ってますね。で、今度はこっちか。当たる？ OK、当たる。なるほど、こういう仕掛けになってんのか。あと何回続く？お、終わりか。終わりだ。よし、じゃあこっち出ていいのかな。うん、同じような階層が続くね。パーティー変えてないけどこれでいいかな。フード60、フードだけは補充したいよなーって思うんですけどね、本当はね。でも入り口に戻ったら、あれ、同じような場所でしたけど、ワープポイントね。え、これどっち行くの？手前行こう、手前。そう、なんか、ちゃんと途中まで進んだ位置に戻れるのかっていうのが心配なんですよね。とりあえずこっちにも何があるの？さっき上がってきたやつっぽいけど、とりあえずアイテムがありますね。ローズマリー、お、スビアレンズ、いいね。ここら辺ね、ちょっと忘れそうだから、このね、ハーブ系使っちゃおうかなと思います。めっちゃ溜まっとる。めっちゃ溜まってる。これね、全部あれ、与えようかなと思います。いちいちこれ誰にしよっかなっていうのね、時間かかるしめんどくさいんで。ずっと一緒にやってきたスタンにいっぱい使いたいと思います。 OK、 どれくらいステータス上がるのかな。はいはい、これ楽でいいな。丸ボタン連打のお仕事っていう。OK。ブルーローズ、ブルーサフラン、ブルーカモミール、ブルージャスミン、レッドベルベーヌ、あれ？一個飛ばした。OK。これで、
だいぶ3が強化されたんではなかろうか。よし、じゃあ先に進もう。多分ね、あれで迷ってたらね、10分は使わないかな、5分ぐらい悩んでたと思います。これは誰々にあげてみたいなね。ホーリーボトル使って、お寺並みにちょっと使っておこうかな。どうせ戦闘で使えないんでね。よし、進んでいきましょう。お、下にセーブポイントが見えますね。今度は下がっていくタイプのエレベーターがあったりするんでしょうか。今逆に上がっておりますが、いいのか、いいのか。まあでも一本道だからしょうがないか。それにしても広いな。オッケー、じゃあ進もう。さてさて、お、セーブポイント、ありがたい。ここに来てなんかいっぱいセーブポイントがありますね。もうちょっと前にも割と欲しかった。どうすればな、取り直しもできたのにな、本当に申し訳ない。OK、 じゃあ、まあ、やろうと思えばできたっちゃできたんですけど、まあね、2時間分ぐらいってなるときついかなってね。てか何あれ、なんかオルゴールの中身みたいなやつが回ってますね。これはなんだ、こっちに階段ができたりする。また謎仕掛けっぽいな。これなんだ。おお、ああ、そういう。なるほど。これは何？よくわからない。よし、進んでいこう。結構、いい感じで進んでるっちゃ進んでるのかな？とりあえず、なるほど。どこに向ければいいんだろう。真ん中の仕掛けをちょっといじくってみますか。なるほどね。これは動かす。落としたりすんのかな。ほい、すごいフィリアがいると戦闘が派手、面白い。にしてもこれは何をどうすればいいんだろう。これ自体は動かせないんですよね。これ落としたりできる？落としたりはできないの。ちょっとぐるぐる回してみますか。回してもよくわからないんだよな。この光を、ちょっと待ってよ、置いてみるとかして、クリアの方に置けばいいのかな、下が。よっ。微調整が割と難しかったり。よっ。これで、これ動かすと何動くんですか？あ、これか。お、OK。クリスタルに光が。当たってどうなる？当たって、下のやつ、全部合わせないといけない感じのやつかな。うわっと、やばい。とりあえず下のを確認してみますか。2枚ぐらいあったっけ？とりあえず1個下のと合わせてみよう。こうして、あとは
こっちのクリスタルを動かす。当たってどうなる？もうちょっと下にやって消したのにも多分当たってると思うんだけど、当たっててもう一個下があるのかどうか、時間がかかるぞ。で、あ、ワープってそういうこと？どこに？どこここ、え、どこここ、いいの？え、全然わからないとこ来ちゃった。え、どういうこと、どういうこと？あー、なんか重要っぽいところ来た。天地人命の石板、明かり、命、妙何かの紋章が書かれている石板、不思議な力を感じる。おう、まあ、来てよかったってことは、なんか4枚ぐらい集めそうな勢いですね、今の形だと。どうしよっかな、時間的に微妙なところですね、今戦闘カットしてるから。一旦ここで終わってもいい気がするんですけど、私的には。でもな、予想以上にあれですね、なんだ、攻略に時間がかかってしまいそうです。で、こっちはいけないから、一旦回して、下のやつが左側にあるんですよね、このね、レンズみたいな。で、どうしようとりあえずどうしようですね、一旦ここで終わろうかなと思います。やばい、ライフボトルが本当に自利品で困るよし、じゃあまあとりあえず今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さん、こんにちは、わらにです。もしかしたら動画つなげてるかもしれないので、今回はタイトルコール省きます。結構ね、編集してたりすると意外と時間が短めになったりするんですよね。で、なんか短めの動画にしちゃうと、なんだ、結構パート数がかかってしまうかなと思うので、多分ダンジョン攻略は結構長い時間になっちゃうかもしれませんが、まあ頑張っていきます。単純に1戦闘に1分ぐらいかかってるとすると、10戦闘したら10分カットしてることになるので、そう考えると割と短いんですよね。これはどこに行くの？あれ、こっちから来たんだよね。あれ、こっちから、あれまた日にちが変わってるんでね、わかんなくなっちゃったっていう、申し訳ないな。外に出られる場所がいっぱいあったから、出ちゃっていいのかなって感じですよね。え、どっから来たんだっけ。はぁ、もうとりあえずこんな階段登ったかな。で、あ、行ってないんじゃないか、これは。あれ、ブルーレンズ拾えなくて来たんだっけ。こっち入ってみればわかるか。あ、来てない。来てない、来てない。これなんだ。え、え、え
ちょっとよくわかってない、ちょっとよくわかってないよ。ここにいて、これを、あれ、意味なくない？あれに乗らないと意味ないよね。え、どっから来るんだ？違う場所か？とりあえずなんか、この辺にしとくか。右から来れるっぽいし。なんか入り口あんのかな？大幅カットになりそう。お、新しい場所に来たかも。セボリ。ふぅ。まあ、とりあえずさっきの、あれ、セーブポイントがありますよ。とりあえず行ってみましょう、そっちに。あのクリスタルとかは意味があったのかどうかという。もう微妙なところだ。もうわからないよ。すごいずっともごんで、ちょっとやってたんですけどね、今。とりあえずなんか、行ってない道か、そっちから来た道かわからないから、なんか適当に進んでみようと思って。なんかぐるぐる回しながら、いろんな場所を、いろんな場所って言っても、さっきの場所と、ここ、今行ってる場所ぐらいしか行ってないんですけど、もうかなり無言で、一人黙々と、こうやって戦闘を繰り広げながらね、やってましたよ、今はね。さあさあ、セーブポイントもあったことだし。全く邪魔よ、邪魔！ねえ、邪魔だね。はい。セーブして進んでいこうかな。多分セボリーがあって、それを拾ってないってことはそっちから来たわけじゃないと思うから、もうね、鳥頭なんですぐ忘れちゃうんですよ。どっからどう来たかとかさ、道順とか。もうね、ただでさえ方向音痴で覚えらんないっていうのに、これですね、さっきの。これ意味なくない？やっちまったか、これやっちまった感じかもしれない。装置は起動していないよ。ですよね。はい、じゃあちょっと変えてきます。メテオスを使えたっけ。すごい技覚えてんね、強いやつ。ていうか多分、昔戦闘で防御天候使いすぎて、なんだろう、もう熟練度やばいんじゃないかな。で、今少し興味が湧いたのでちょっと見てから行こう。魔人草破断でさえ1105だもんな。やっぱりね、2500とか飛び抜けてるもんな。よし、じゃあ変えてきます。はい、やってきました。これで上行けるんじゃないの。はい、やっとなんか進めそうな気がします。あこれこっち行った方がいいのかな。一旦行ってみて、一回にワープしますかってどういうこと。でも使えるようになるってこと。ああ、そうだよね。だと思った。あ、でもこっから今行っても意味ないでしょう。あ、で、パーティー変えました。なんか、いろんな、こういうやつがね、めちゃくちゃ、厄介なんで。で、回復薬をね、やっぱり二人にしました。よっしゃ、もう一回やっていこう。で、今度こっち側にあったよね。でね、ウッドローにサポートに入ってもらって、警戒してもらってます。さすがにエンカウント率が高くて。で、これでどこまで行く？なんか、スイッチらしきものがあったら、あるけど、なんか、向こう側だな。まさか、まさか。ちょ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 、早く早く早く。
こういうこと、こういうことだな、きっとこういうことだ。あ、ちょっと待って、あ、よかった。びっくりした、乗れないかと思った。もしかしたらこのダンジョンものすごくカットしてるかもしれません。かなりね、迷ってるんで。こっち側に寄ってて、行って、あ、違う。上やって、あ、ちょっと待って、回すの?え、ちょっと待って。こういうこと?おーい。上。ちょっと待って。これ、いけない。いやーもう。間に合ってくれ。よし、来た。ふぅ、これで終わりであってほしい。まだ続くの?トゲトゲしいなぁ。続かない。ただ同じようなところから来た気がするけど。オッケー、やった。なんか、クリアしたっぽい。一回、しない。ふぅ。やっとなんか一山越した感じがします。あー、セーブポイント。オッケー、セーブします。ここ。もう、なんか一パートになってるのか、区切られているのかわからないから、もうちょっと先進めます。どこまで行けるかな?いや、でも2パート目っつっても、いや、わかんない。もう、全然、区切りどころがわからない。もう、やっつけになってきてよ。でも、着実に進んでいるっぽいので、なんかまだ、続きそうだけど、頑張るよ、私。で、こっちは?またなんか建物入りそうですね。で、こっちに行って、フィールド広いなぁ、しかし。これ分岐多すぎじゃない?とりあえず左に行ってみます。どこかに入りそうです。この建物は何だろう?でもなんか石板っぽいの集めなきゃいけないから、ここ出ないな、敵。はい、あの上か。え?あ、嘘!あ、びっくりした。びっくりした。もう戻れないかと思った。どうしよう。これ一旦戻ったらどこまで戻れるのかな?本当にね、ライフボトルがもう自利品なんですよ。4個とか絶対私、もう怖い、自信ない。ポリボトルも買ってきたいしな、戻りたくないって思ってたんだけどな、戻ってもいいかな、どうしよう。どうしよう。買ってきてもいいですか?本当に申し訳ない。戻りたくないって思ってたんだけどな。いや、でも、これで、入り口まで戻ってみて、ここの場所まで戻ってこれないようだったら、私このまま進める。進めます。はい。ちょっと一旦戻ってみよう。どんな感じか。で、あ、なるほど。こうやっていけるわけか。中層奥で。ここに来るわけね。じゃあ、中層がさっきのとこ?そうっぽいですね。で、階段もちゃんと使えるんで、はい、ちょっと一旦ここで終わりにします。はい、動画が1本になっているのか、その後続くのかわかりませんが、最後まで頑張っていきますので、本当に見にくい動画にはなってしまうと思うんですが、頑張りますのでよろしくお願いいたします。はい、戻ろうと思って、
スタイクロフトから出てみたらこんな感じになってました。すごい、なんか別世界になってますね。わーお。これどっから地上戻ればいいんです？着陸もできるし、ちょっと敵と戦ってみようかなと思います。使えるっぽいですね。なんかありそう。ラビットビーってことは見たことある感じかな。そうですね、特に敵はそんなにって感じかな。 OK、 で私はどっから戻ればいいんだっていうね。でもすごい、ダイクロフトから出なかったらこんなの知らなかったよ。なんかある。これ空中都市？ロディオンだからそうですよね。私どこから戻ればいいんだろう。あ、ちょっと画面用意するかもしれないですが、ちょっとカット入るかな。ここにもなんかあるよ。ほい、これ何これ。あ、ちょっと読み込みが多分このやつらも見たことある感じかな。これ何これ。どうやって入んの。使うとこか。ごめんなさいね。ここ猫人基地。へえ、猫人がいるのかな。わお、ようこそ猫人基地へ。お、マリーがハート飛ばしてる。へえ、変わった人たちだな。猫人たちはこの間の砲撃で空に打ち上げられてしまった猫よ。本当に？ウサ人だって。それからここでみんなで仲良く暮らしている。ウサネけど俺たちはこの外郭大地を壊すためにここにいるんだけど。大丈夫猫よ、大丈夫猫よ。なんか語尾はどうなのそれ。この後ろの建物、実はこの大地で部品を拾い集めて作ったロケットなのウサよ。へえ、すごいじゃん、技術者いるの。すごい、ここで買い物できるかな。ロケット？ねえ、ロケットって何なの？ロケット知らないのかな？あ、知らないんだ。へえ、知らないわよ、そんなもの。そういうことは私じゃなくて。かわいい。へ？は？抱かせて。目が怖いね、子猫の人。あの、一番右の何あれ？生き物みたいなやつ。ないではないか。なんか、マリ怪しいよ。ダメ猫。僕たちも、もう成人猫よ。そうなの？成人。そう猫よ。だから抱っこされるなんて。なんてアンバランス。わかった猫。抱っこの代わりにいいものあげる猫から。さ、こっち来る猫よ。わっ、これで誰でも猫人気分、猫猫スーツ。ちょっと厳しい。なんつって。そうよ、マリー。それじゃ戦いづらいわよ。なら家で着る。それはダリスさんもきっとお喜びに。言うな、フィリア。わかってるぞ。猫バーニーに乗って。へぇ、ここへ来てか。ちょっと待ってね。これで、猫を心から愛し、尊ぶ。その心に火がつけばもう誰も止められない。猫派のあなたならわかるはず。私は犬派なんですよね、どっちかっていうと。これさ、これに、勝負やって、変わらないか。他のシリーズだとね、称号を変えると、間違えた。衣装が変わったりするんですけど、PS2 のや
シリーズにはないのかな。アビスとかありそうだけど。よし、じゃあちょっと探索しましょう。デポ、私は猫人気地で攻撃をやってるデポというものだえ、ここにもいんの。いやいやいや、もういいよ。わかったわかった。オイラの前にいるのはノコ。すんげえうまそうだろ。え、食べ物なの。あ、エケネ、おいしそう猫よキャラブレブレだな。え、あ、え、う、な、え、なにこれ。え、なにこれ。エピソー、早く武器を。これさ、ちょっと見てみていい？アニメの、アニメーション違うか。早く武器を見つけないと。なんだよあ、こういうのもあるんだね。そっかそっか、なるほど。ティールズシリーズにはありますよね、確かに。こんなアバウトな説明でわかるのかな。なんかチャットとかをね、何回も見れたりする場所があるんですよ。にゃんにゃんにゃん、どうして取れない猫、取れない猫の、なんかこの人たち成人なんですよグピーグピー。俺は闇の世界に生きる住人、今日も静かに世間を見続ける。なんか輝いてるな。やったさね、僕もとうとう渋くなったよさよ。その星いる？渋くなったっていうより、どっちかっていうと中二病みたいな。スラッシュ、まだまだ行く猫よ。ああ、壁を傷つけている。ちょっとそれはダメなんじゃない？端っこが好き猫。落ち着く猫。あ、やったー！あ、ちょっと待って、買います。はい、買います。え、オールデバイトとか買えるんだ。アイスキャンディーも買えるし、なんか種系も買える。オベラナミンは、まあ、買っとく？なんかせっかくだから。補充！あ、嬉しい！よかった、出て。あー、これでなんとか頑張れそう。ロケット作りは疲れる猫よ。静かに寝かせてほしいっす猫。男性なのか女性なのかっていう。隠居猫に、こう見えても昔は自由な身で諸国を漫遊したものにゃ。これあのおじいちゃんじゃないの、なんかボディーガードさんと一緒にいた。どうやらユウたちも自由を満喫しているようだにゃ。ではここらで仕入れた耳寄りなお話を。ロデオンの近くには幻想的な雰囲気を持つ植物が自生している猫。さっきロデオンの近くにいたんだけど、どんな植物かは見てのお楽しみ猫。ディスカバリーね。はいはい。うっさうっさ、こうやって猫人をからかってるさよ。なんかどうもなんとかうさよとかなんとか猫よってなれないんだけどにゃーにゃー、うさ人の相手も疲れる猫よお互いお遊んであげてると思ってんだ。この空の大地の上には何もなくて暇だ猫。なるほど、コンセントでかっ。こんな場所があったとは。まあ出てきて結果オーライってことで許してくださいはい、じゃあね、補充も済んだことですし、あとはもうてかこれ地図あるのかな。ワールドマップ、わすごい広い。これいちいち入らないと表示されないのかな。行ってみるのもありですよね。あ、でも行って何があるかっていう話なんですけど、一個行ってみましょうか。こっち側に一個あるはず。うわ、ごめんなさい、なんかすごい荒ぶってるね。これか、よいしょ。これはクラディウ、じゃあクラウディス。特にない感じかな。ここのもなんか厄介だった気がするんですよね。なんだ攻略がね。空中都市は全部厄介でした、いろいろ。
等で、こっちの方にラディスローじゃない、ダイクロフトがあるはず。ラディスローのあれはないのかな、もう。あ、でもあそこに穴開けちゃったからないのかな、土地みたいなとこは。こっちの方で合ってる？一応あんまり酔わないようにゆっくり行ってはいるんですが、念のため画面酔いしやすい方は右下の方を見ていた方がよろしいかと思われます。あれ、どこだろう。素直に地図見ろよっていう話ですよね。もうこれだから、もう方向音痴ってやつは。わ、全然違う場所にいるけど、これまっすぐ行けばいいですね。なるほど。お、こういう風にもできるんだ。初めて知るっていうね。あー、ちゃんと出てるわ。こうやって。OK。これ設定したら勝手に飛んでってくれる。わー、便利。え、こんな便利な機能あるの知らなかったんですけど、私。なのかな。そっか、バカか、知ってはいたけど。さてさて、戻ってきましたんで、やっていきましょう。頑張りますよ。では中層から